くな。何ですか？先に言えよ。わかった、先に言うよ。俺はオーディンを倒す。驚かないのか？私も同じことを言おうと思っていました。そうか。でも、どのように？どうやって？俺はユグドラシルの頂上へ行く。そこで全ての英知を得て神になる。知ってるだろ、アスガルドを含む世界の創造の源になっている木だ。そんなことが？シルメリアも認めてたじゃないか。俺は机上の空論で終わらせない。オーディンも昔はハーフエルフの肉体を持つだけの下級神だったんだ。あいつにできたことならきっと俺にだってできる。あいつの横暴はもう許せない。私も一緒に行かせてください。私はドラゴンオーブを取り返すことでオーディンを倒すつもりでした。でもそのためにどうしたらいいか私にはわからないんです。あなたに頼るしか。無理だな。どうして？人間はユグドラシルへは入れないんだ。こればっかりはどうにもならないだろう。でも講師だって打てるし。オブジェクトリーディングはできないんじゃないか。もう普通の人間なんだよ。じゃあな、アリージャ。アスガルドへは精霊の森の奥にあるビフレストの門を通ることになる。行けるところまでだけでも一緒に行こうか。